追っ手が来ないとも限らねえ。一旦高速降りるぞ。しばらくここに隠れる。ちくしょうめ、渋沢はどっから俺らのこと気づいてたんだ。落ち着け、織田。彼女が不安がある。伏せ！それが何だ？私は大丈夫です。こっちは大丈夫じゃねえんだよ！何やってんだ、お前。下の様子を見てくる。悪かった。あんた、怪我してないか？痛むところは。桐生さんでしたよね。ああ。織田さんのことで聞いてもらいたいことがあります。何？私は多分、あの人を知っています。え？やっぱ、気づいてたんだ。織田、動くな、桐生。動くなっつったんだ。何してんだ、お前。悪いけど、俺はこの女を立花社長に会わせるわけにはいかねえんだ。なんだと？だから、お前らには死んでもらうしかねえ。大丈夫か、牧村さん。その杖は？世良さんから万一の護身用にって。でも立花不動産の人に使うことになるなんて。どういうことなんだ、織田。なんで裏切った？あんたは立花の兄弟分じゃなかったのか？桐生さん、その人の左腕、入れ墨が入ってませんか？コウモリの。織田。その人の声聞いた時に、もしかしたらって。何なんだ一体。私は2年前その人に監禁されて売られたんです。何？どういうことだ？言葉通りの意味だ。その女にしてみりゃ、俺は殺しても殺したりねえってやつだろうさ。だから俺ら二人とも殺すってのか？
立花と彼女を合わせられねえってのは何だ。意味が分からねえ。オーダー、どういうことなんだ。一から説明しろ、オーダー。この入れ墨は俺が頭張ってたグレン隊のメンバーの証だ。俺が大陸のマフィアに借金して日本に密航してきたのは5年前でね。それ以来この町で金になることなら何でもしてた。盗みもやったし叩きもやった。女騙して売り飛ばしたのも一度や二度じゃない。その女もたまたまそのうちの一人だっただけだ。それが立花とどう関わってる。俺が立花さんと出会ったのはそれからほんの少し後のことだった。あの人は初めて俺を力でねじ伏せた男だ。差がありすぎて敗北感さえなかったよ。そしてその力が底辺を這うしかなかった俺に夢を見させてくれたんだ。俺はあの人に兄貴になってくれって頼んだよ。俺らの入れ墨も入れてもらった。プライドもクソもねえ。あの人を見越しに担ぐことが俺の役割だと知っただけだ。なのに立花さんが片腕をなくしたのは俺をかばってのことだった。敵対グループに不意打ちされてね。その時俺は立花さんだけはこの先も絶対に裏切らねえと誓った。だがよ、そう思った矢先だ。俺は立花さんと一緒にあのことを知っちまったんだ。テレビで中国残留孤児の特集番組がやってて、そこに何年か前の古いニュース映像が流れた。日本に肉親が見つかったって残留孤児が来日してる場面だった。その子の姿見てすぐに思い出した。俺が最近韓国系の組織に売り飛ばした女だってな。年頃も合う。それだけなら笑って済ませるとこだ。でもよ、母さん、シャオチョウ、信じられなかったよ。俺が何の気なしに地獄に突き落とした女は俺が心底尽くそうと思った兄貴の生き別れの妹だったんだ。牧村誠か、立花の妹。本当なんですか、その話。この子に及んで嘘はつかねえさ。取り返しがつかなかった。いくら過去のことでも立花さんは俺のしたことを許しはしねえだろ。なら俺がやれることは二つに一つ。破滅を覚悟で社長にあんたを会わせるか、もう一つ、あんたの存在をなかったことにするか。それが
お前が大阪についてきた本当の理由か。ああ、俺の他に誰も俺がその女を殺す動機を知らない。渋沢組か近江連合に殺されたといや、俺が疑われることはね。けどそれももう終わりだ。おい、こっちだ。こっから上に上がれるぞ。渋沢組だ。くそ。小田さん、立てますか。は？早く逃げないと。あんた、まだ俺と一緒に逃げる気か。ったく、どこまでおめでたいんだよ。キリュウ、銃くれねえか。俺が奴らを押し止めする。何？俺らこの怪我だ。どうせ死ぬなら橘さんの役に立って死にて。そうだ。虫のいい話だけどさ、あの人に俺がそう言ってたって伝えてくれねえか。俺は本当に橘さんが好きだったって。伝えとく。だが無茶はすんな。そうすりゃ命までは取られねえはずだ。小田さんは？頼む。今は何も言うな。ありがとうよ、キリュウ。おい、あそこだ！あんたは俺が守る。女渡せ、キリュウ。どうせてめえはここで終わりだ。
こっちだ。橘を裏切って俺についたんじゃなかったのか。なんですぐ俺に女落とさなかった。あんたらがセラに先越されたからでしょ。せっかく女は蒼天堀にいるって教えてやったのに、女捕まえてくれてりゃ俺は大阪に来るまでもない。